こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。福井記念競輪最終日12レース、えー、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はい。えー、こちらですね、12レース決勝戦は、えっ、ー、と、脇本が地元優勝をかけます。ただ、まあ、マークが中川ということで、連日脇本を仕掛けを見てると、 まあ、先行医者と言ってるメンバーでも早く仕掛けるんで、それならば、あの、すんなり、案外すんなり、で、えー、中川が、脇本あのー、の番手には飛びつけずに、中川が刺して終わってしまうんじゃないかなと思いました。はい、えー、詳しく見ていきましょう。1 2ス決勝戦です。 はい、ご覧のメンバーですね。えー、っと、SKS 班がこの二人な、えー、っと、武田と桑原二人なんですが、この二人は、あの、決勝に勝ち上がってまいりました。まあ、それよりは、やっぱり脇本中川が今は光るとこですね。え、山中が2番手なんですよね。これが結構意外ですね。はい、えー、っと、ご覧の通りの まあ小細切れ戦で、えー、脇本の番手を中川が回ることになりました。なんか嫌なレースですね、個人的には。えー、っと、それは。なんかね、うん。 まあ、脇本を、なんだろう、内に閉じ込めて、潰しにかかるような協力ができるかなって、まず考えたんですが、んちょっと無理かなと思いますね。武田、松浦、山崎、えー、それから山中かが、それが協力してっていうのは、 なかなか難しいじゃないかなと成田も以前の欲がだんだんなくなってきてるような感じはありますからねえ一方じゃあ脇元の番手の中がに飛びつくのかっていう考えたところ 多分中川ぐらいなら簡単にあの、どかせるとは思うんですよね。えっと、武田も、松浦も、山崎も。ただ、山中は、あの、ここには参戦せずに、足を溜めて一発だとは思います。が、まあ、そうすなると、ついていけるのか、 仮に脇本を番手を取り切ってもついていけるのかなということと、まあ、四パターン、山中を入れて4パターンあの考えないといけないのはすごく効率が悪いっていうのはあるんですよね。えっと、それにもちろん、あの、3113筋もありますから、もっとあの、絞って考えないといけない。脇本はともせよ何が来るのかっていうのは難しい。 山中かましても霧山が離れる可能性もありますし、やっぱりここはですね、もう、あんまり正直投資できるようなレースではないのかなと思って、最小限で行ってリスクを回避したいなと思います。そこでですね、もし中川が、 すんなり回れた時の、えー、っと、オッズを見てみると、二車単だと、えー、っと、押し切り、脇元押し切りの三一だと2.9倍。えー、番手の中が差す目だと3.8倍と、結構中川の差し目も売れてるんですよね。で、一方、え三、ー、連単のオッズ見てみましょう。となると、えー、っと、 まあ、そう流しで、そうなしての2と9は厳しいのかなということを考えると、残りの、あと、桐山も厳しいのかなって考えると、残りの5、6、7、8の4人として、まあ、この4人の流れならば悪くないのかな。山中も、 三着なら狙えるかもしれませんし、まあ、あるのかな。とまず、一ボー本は勝ったでさ、二着は別戦の自力ですからね。やっぱりべ、別戦の自力しか、あの、絡めないんじゃないかな、と、えー、思いますね。三、三一一三の場合。 まあ1、1、三あの、右側の1の頭、中側が刺したときなんですが、まあ、こう考えると結構悪くないのかな、とは思います。折り返し買っとけば確率なんですけどね。で、えー、っと、じゃあ、戻って考えると、 もう、これだけ、すんなりならば、まあ、記円の決勝、特別でも何でもないんで、まあは、脇元に花持たせるのかなと。で、この感じの脇元なんですが、じゃあどういうレースするかと言ったら、まあ、鎌市で警戒するのは山中のみです。なんで、 えっとまあ、結局は、あの岸和田は全日本選抜みたいに、ジャン前からた、まあ、叩いて、結局、いつものレースをしちゃうんじゃないかなと思います。後ろが誰であろうと、あの他の自力屋がどういう展開であろうと、脇本のなんだろう、足の見せ方っていうのは、それ、その辺はすごく安定してると思うんですよね。 もちろん押さえられたら引いてまくりもあるんですが、この展開だったら全日本選抜を決勝みたいに、すんなり先手を取れるじゃないかなと思います。そして、あの、こう引き離して、後ろのラインは離れてしまって、えー、っと、そして、 誰かが自力を持った選手が来るんじゃないかなというのが、えー、私の見込みです。で、結局、あの中川、あの準決勝の足も懲罰でしたから、脇、えー、っと、まあ、脇本、昨日の番手の番手、リーになりましたが、セリー勝っても結構あの、足使わずに、 えっと、番手回れてたような気はするんですが、えー、っと、栃木の。えー、っと、離れちゃってるんですよね。すえー、っと、結構。なんで、えー、っと、やっぱり脇元をついていけるのは中川ぐらいなんじゃないかなと。縦の足持ってないと厳しいんじゃないかなということで、 それならば、もう、中川が、中川がすんなりついていて、刺すと、あの、まあ、単純にあの、あの時の見たいと比べても中川遜色ない足、縦足持ってますからね、えー、中川でも刺せるんじゃないかなと思いまして、えー、この目にさせていただきました。えー、っと、三連単は、えー、っと、5678。 まあ、あの、武田の場合は、3、1で素直に5をついていった場合、松浦も同様ですね、ほぼ。ま、もしくは武田が、あの、ついていってちょっと離れるところを、あの、まくり追い込み。ま、山崎もほぼ同じなんじゃないかなと。で、仮にこの3番手がもつれるようなことがあったら、山中の出番、7番の出番じゃないかなと思いました。 はい、えー。ご視聴いただきありがとうございました。えーはい、以上、えー、福井記念、不死鳥杯決勝戦の予想をお送りいたしました。はい、いかがだったでしょうかはい。ここはいかがえとるとおり、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。高評価、えー、コメント、SNS へは拡散も歓迎しております。えー また、ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。えー、この画面で、最後の20秒で関連動画、動画プレイリストの欄が現れます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、えー。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。